はい、こんにちは、和也の孫です。今日もよろしくお願いします。さて、今日はいつもとちょっと違う場所に来ています。今日は風がものすごく気持ちが良くて、せっかくなので今からちょっと屋根を開けてみようかな。ここで開けれるかな、取れるかな、そもそもこんな感じ。あ、取れそうですね。ここにカメラを置いて、ちょっと屋根を開けていきますね。こんな感じで屋根を開けてきました。今日ちょっと本当に風がね、気持ちがいいので、このまま屋根を開けて帰りたいと思います。ちょうど日が沈んで綺麗ですね。で、普段あっちのところで朝日を見て、で反対側、向こう側で結構昇火鏡を撮ることが多いんですけども、今昇火鏡の真正面に来てるんですよね。で、実はここ僕初めて来たんですけれども、こんなにいい場所だったらもっと早く来ておけばよかったっていうぐらい、ちょっと後悔するぐらい気持ちがいい場所ですね。風が通るんですよね、何も周りにないので。ということで、今から家に帰ります。和也の孫でした。ありがとうございます。失礼します。